選択を正解にしていくっていうことを僕らはサッカーから学ぶべきなんじゃないかみたいなことも書いたんですけど、この考え方だと試合でできなかったことを練習で落とし込む、うん、はい、ちょうど切り替わったんですね。なのでゴールを継続して取れたと思いますし、まあ、相手がスカイピングをしてきたりした中でも個人差はあると思うんですけど、こういった形で理論上はぐらいのその理解をすることで頭の中が変わって、それによって全く違うパフォーマンスが出るっていう選手もやっぱりいるんじゃないかなとは思っていて、なんか今のお話を聞いているとそれがよりこう現実的に思えたといいますか、大人でも考え方が変わった瞬間にその出力っていうんですかね、その体で出てくる表現が変わってくるっていうのは他の分野でもあることかなと思うんで、なんかそういった影響は本を読むだけでもある選手もいるんじゃないかなっていうのを今聞いてて思いました。そうですね、本当に多分大人の方がより自分の中で持っているものが、うん、多いので、そこが変わるだけで劇的に変わる選手すごく多いんじゃないかなというふうに。むしろそれまで競争的にこう態度が間違っていることでパフォーマンスを発揮できていない選手っていうのはものすごく多いんじゃないかなと思いますし、またそれを評価する監督だったり指導者の方もまだ見え方が変わってくるんじゃないかなというふうには思っていて、大人の方がよりチャンスの方が広いんじゃないかなというのは感じています。無意識にといいますか、それこそ人間がその社会で生きていく上で無意識に行っている行動とかっていうのがそのままピッチで出ているというのが僕が伝えていることではあるんですけど、例えば、僕らはやっぱスポーツをするときに集中っていう言葉を使うと、どうしてもそのどういうふうにシュートを打ったらいいんだとか、それこそ、右足がどうでとか軸足がどうでとか足の角度はどうでとかっていうところの技術に対してフォーカスをしてしまうので、周りが見えなくなるし、実際そのトレーニングを重ねたところで実際にはゲームでは妨害が発生するので、その技術を発揮する保証というのはどこにもされていないと。であれば、どういうふうに相手に影響を与えるのがいいのだろうかとか、どうすればサッカーというゲームにおいて相手に影響を与えられるんだろうかみたいなところから、じゃあシュート打った方がいいよねとか、なんだろうな、シュートは枠の中に入れた方がいいよねとか、そういった考え方が逆算として出てくるので、なんかそこの根本的な考え方というのはもしかしたら変わると劇的にプレーが変わる選手もいるのかなとは思ってるんですけど、なんかやっぱりその本の中にも書いたんですけど、こういう話ってそのサッカーっていうゲームを作った西洋の人たちに聞いても逆に全然わからなくて、彼らが意識をせずにやっている大前提なので、そういったところは僕らがサッカーのネイティブじゃないからこそ分析ができるところなのかなと思ってるので、まずその2種類に分けるだけでも、集中って2つあるよねとかチームワークって2つあるよねとか、そこを分けるだけでもちょっと違う気はしますね。今の出たその西洋の方のネイティブなサッカーネイティブの人とは話に出てこないっていう部分では、僕町田時代にポービッチ監督と2年間一緒にやったんですけど、ポービッチ監督もこういうふうにプレーしろとか、ああいうふうにしろっていうことはすごくこうアイデアを提示してくれる監督ではあったんですけど、それと違うことをやっても結果が的にうまくいけばブラボーっていうふうになるんですよね、うんうんうん、そこが町田時代、町田はもともと真面目な選手も多かったので、そこがすごく驚きというか、でおそらく日本人的な考えで言えば、言われたことをしっかりやるとか、先生や監督が言ったことをしっかり意識してそれを表現するっていうのが、なんて言うんでしょう、こう前提にあるものなんじゃないかなと思うんですけど、そういった意味ではその西洋のサッカーの本場の方は例えば勝つことだったりゴールを取ることだったり、そのプレーがうまくいけば何でもいいっていうのは、まさにおそらくここは本当に言語化されない部分で、今川内さんがおっしゃったことはまさに僕自身も感じることはありました。そうです、なんかそれも紐解いていくと、やっぱり教育、その僕らの学校教育もすごく競争的で、先に正解が用意されていて、それをいかに選択していくかっていうところに起因していると思うので、やっぱりそこが
あのサッカーっていうゲームに関して言うとことごとくマイナスに働いてしまっているっていうのがあの大事なポイントかなとは思っていて、ただなんかそれを理解することができればピッチ上だけでもその日本のそういった文化を捨てることっていうのはあの可能かなとは思うので、それこそあのさっきからお母さんがおっしゃってくれるようにその選択をあの正解にしていくっていう、こう思考のプロセスっていうのはなかなか僕らがあの人生においてあのなんだろうできないあの考え方なんで、なんだろうな、例えば選択 A をしてゲームの中でそれが正解だったか不正解だったかっていうのは次の選択 B がないとわからないっていう、その事後にしか成立しないっていうのがサッカーにおいてすごく重要で、なのでそのプレーを連続して行っていかないとそもそも選択 A が良かったのか悪かったのかっていうのはわからないゲームなので、例えば一般的に言うとじゃあバックパスはしない方がいいよねとか、ゴールが向こうにあるから後ろにパスを出さない方がいいよねっていうところは一般論として言えるんですけど、ただサッカーっていうゲームではじゃあその後のプレーが何かによってそのバックパスが良かったか悪かったかっていうのは分からないっていうところ、その分からないものを僕らはするっていうのはすごくやっぱ苦手ですよね、文化として。でそういった意味ではあの選択を正解にしていくっていうことを僕らはサッカーから学ぶべきなんじゃないかみたいなことも書いたんですけど、やっぱりそのさっきの教育の話に戻るとサッカーを用いて教育するみたいなところもなんかこう日本人の倫理観とか感覚っていうものをサッカーを使って植え付ける、例えばなんか挨拶とかあの自分と戦うとかあの無理して頑張るとか、なんかそういうのをサッカーであの教育観点で使用してる感じがあるので、じゃなくてもっとこう僕らのその感覚で生きてると、ただ生きてるだけでは身につけない感覚っていうのをサッカーから学ぶことができると思うんで、そういう意味でも大事なことかなと思ってますね。プレーで言えば昨年のホーム最終戦松本山戦があったんですけど、2ゴール目がワンタッチでボテボテのシュートのこぼれ球を仕込んだボール でこの前のプレーで前半の確か中盤ぐらいにマイナスに追い返されたクロスをダイレクトに持ち上げたんですけど、それキーパーに弾かれてしまったんですね。でそのシュートがあって、あ、ちょっとこのボールに対して勢いがつきすぎているなっていうのがあって、でその2点目のゴールを決めた時にちょっと遅れて全体をこう見ながらタイミングをずらしてこぼれ球を押し込んで、そしたらゴールになったりして、そのもちろんこの人生というキャリアの中でもそうですし、ピッチの中でもゲーム中の中で、あ、このプレーでミスをしたからこのゴールが生まれたなっていう感覚はものすごく僕の中にもあって、そういった意味ではまさに選択を正解にするっていう、この事後の結末がないとそれが正解だったら分からないっていうのはその通りですし、そういった意味でこうプレーをしていくとよりこう挑戦しやすくなるというか、そのミスがミスでなくなるっていう感覚はすごくて、なのでより自信を持ってプレーできるようになりました。そうですね、なんかそれで言うとすごく大事だなと思うのが、やっぱり僕らは何かパフォーマンスをするときに練習をして試合っていう順番なんですけど、彼らはそれ多分逆だと思ってて、試合をして練習なんですよね。なのでそれこそじゃあサッカーってもともとストリートでやられていたとか、そういったところも加味しても、やっぱりその試合をすることによって成長するし、それを補助する役割として練習がある。ただ、やっぱり日本人の感覚で言うと、やっぱ練習をして、その練習でやったものを成果として出す場所が試合なんだっていう考え方なんで、それはなんか同じようで違うというか、そこは結構大きな差なのかなとかも思ってます。そうですね、まさにそれは本の中でも触れられていることで、サイクルが違うという意味で触れられていると思うんですが、昨シーズンに関しては僕もその考え方で言うと、試合でできなかったことを練習で落とし込むというサイクルにちょうど切り替わったんですね。なのでゴールを継続して取れたと思いますし、まあ、相手がスカウティングをしてきたりした中でも、もっと取りたかったですけど14ゴールってなったのはまさにその思考態度の賜物だなって感じていて、でも他の周りの選手見てもやっぱり練習でこの形をやったことを試合に出そうっ
っていうのは、やっぱり僕が今まで通ってキャリアの中でもすごく多くて、多分そっちの方が先ほどの不安っていう意味でいくと安心するんだと思うんですよね。うんうんうん、で練習でこれやったから試合でこれできるだろうっていう、そのなんか一歩の安心はやっぱりあるんだろうなと思っていて、まあ、ただ僕は試合でチームを勝たせるゴールだったり、まあ、アシスト、まあ、プレーをするっていうそこがあるので、それを逆算して、で前の試合で何ができなかったかなとか、あとは逆に修正をしない方がいい部分っていうのがすごく出てきて、うん、そういった意味ではその練習試合じゃなくて試合練習っていう、これはものすごく大事なことなんじゃないかなと、うん、特にシーズン始まればなおさら大事なんじゃないかなと思います。プロであればより結果に問われているというか、ただアマチュアの選手であればっていうよりは、こう将来の成長だったりどういうキャリアを歩んでいくかってそれぞれ違うと思うんですが、ちょっとさらにまた全体が変わってくる中では、この競争とそれぞれのことを落とし込んでいくのかであったり、これを踏まえて川内さんが現場にどう落とし込んでいくかっていうビジョンをお聞きしたいなというふうには考えています。そうですね、なんかやっぱそれはやっぱりまあ、少し小難しい話でもあるし、なんだろう、大前提をこう捉え直す作業なので、無視しようと すればできるし、その辺が難しいところかなとも思っている一方で、ものすごい希望かなとも思ってるんですけど、なんかやっぱり具体的な、トレーニングメニューに落とし込んだりとか、あるいはマネジメントの方法に落とし込んだりとか、そういったことも必要だなとも思いますし、あるいはその本当に講義的に時間を取って2時間3時間あれば基本的な概念とかっていうのは伝えられると思うんで、それを大人であれば伝えるとかってことも必要かなとも思いますし、あとはやっぱりその一番はその子供の頃からサッカーというゲームをしっかり理解をして、ここに本で書いてあるような方法でプロセスを踏んでいくっていうことが大事かなと思うんで、やっぱそうなってくるとアカデミーのメソッドに落とし込むとかっていうことも重要だと思いますし、なかなか簡単なことではないのかなとも思ってるんですけど、たださっきも言った通り、今日本当にこうやって現役の選手から頭の中が変わることによってパフォーマンスが変わったっていうことを聞けたというのはすごく嬉しいことですし、なんか今のサッカーやってる選手たちにも希望になるんじゃないかなというのは聞いてて思いました。なので質問の回答としては、具体的にこういうふうに落とし込もうみたいなところまではやっぱりまだ言っていないのか、それとも考え続けなきゃいけないのかちょっとわかんないですけど、なんか僕が今見ている大人の選手たちに例えばこれを説明してるとか、言われたらしてないですし、何人かの本は読んでくれてるんですけど、してないんですけど、ただやっぱりその僕はこの考え方で基本的にサッカーっていうものを考えてるので、自然と僕がするコーチングとか考え方とかマネジメント方法とかっていうのはこの理論に即してるのかなとは思うので、なんかぜひ本を読んでいただいて、どういうふうに現場に落とし込めばいいのかみたいなところをそれぞれの 人からアイデアとか出てくるといいなっていうのはすごい思いますね。うん、ちなみに岡田選手は何か変わったりしましたか、本を読まれて自分の現場っていう意味で言うと。本当に今ここでお話しさせていただいたような、本当にこうピッチ内で大きく自分の言葉が変わったなっていうふうに感じています。本 の影響っていうのは現役の中でもすごく広がっていて、読んでる選手も何か聞きますし、確実に広まっているっていうのが、はい、僕は現場で。ありがとうございます。考えです。ありがとうございます。ぜひ提供してください。はい。本を読んで、読めるタイプの選手はぜひ読んだ方、これがまたこう感覚的な選手であれば、うんうん、逆にこれをやった方がちょっとパフォーマンス的に難しい場合もあると思うので、うんうんうん、そういう選手に話をしてないんですけど、この本を読んで、この選手はいいだろうなという選手の話をしたりしています。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ポジショナルプレーという技術
を発揮するためにゲームをしているような流れがあるのかなというふうに僕は捉えてたんですけど、やっぱりアルゼンチンはそこには全く流れていかなかったのかなとも思っていて、ゴールに向かうポジションになっているのかとか、ボールを奪いに行く守備になっているのかっていった意味では、そこはヨーロッパと G リーグを見ていても、まさに本質触れられた部分かなというのは、すごく感じるところです。